創世記第37章。ヤコブは父の起立の地、すなわちカナンの地に住んだ。ヤコブの子孫は次の通りである。ヨセフは17歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ子供で、父の妻たちビルハとジルパとの子らと共にいたが、ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て、彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼らはますます彼を憎んだ。ヨセフは彼らに言った。どうぞ私が見た夢を聞いてください。私たちが畑の中で束を結えていた時、私の束が起きて立つと、あなた方の束が周りに来て私の束を拝みました。すると兄弟たちは彼に向かって、あなたは本当に私たちの王になるのか、あなたは実際私たちを治めるのかと言って、彼の夢とその言葉のゆえにますます彼を憎んだ。ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語っていった。私はまた夢を見ました。一月と11の星とが私を拝みました。彼はこれを父と兄弟たちに語ったので、父は彼を咎めていった。あなたが見たその夢はどういうのか、本当に私とあなたの母と兄弟たちとが行って地に伏し、あなたを拝むのか。兄弟たちは彼を妬んだ。しかし父はこの言葉を心に留めた。さて兄弟たちがシケムに行って、父の羊の群れを飼っていた時、イスラエルはヨセフに言った。あなたの兄弟たちはシケムで羊を飼っているではないか。さあ、あなたを彼らのところへ使わそう。ヨセフは父に言った。はい、行きます。父は彼に言った。どうか行って、あなたの兄弟たちは無事であるか、また群れは無事であるか、見てきて私に知らせてください。父が彼をヘブロンの谷から使わしたので、彼はシケムに行った。一人の人が彼に会い、彼が野をさまよっていたので、その人は彼に尋ねていった。あなたは何を探しているのですか。彼は言った。兄弟たちを探しているのです。彼らがどこで羊を飼っているのか、どうぞ私に知らせてください。その人は言った。彼らはここを去りました。彼らがドタンへ行こうというのを私は聞きました。そこでヨセフは兄弟たちの後を追って、ドタンで彼らに会った。ヨセフが彼らに近づかないうちに、彼らは遥かにヨセフを見て、これを殺そうと計り互いに言った。あの夢見る者がやってくる。さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。そして彼の夢がどうなるか見よう。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から救い出そうとして言った。我々は彼の命を取ってはならない。ルベンはまた彼らに言った。血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴に投げ入れよう。彼に手を下してはならない。これはヨセフを彼らの手から救い出して父に返すためであった。さてヨセフが兄弟たちのもとへ着くと、彼らはヨセフの着物、彼が着ていた長袖の着物を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴に投げ入れた。その穴は空で、その中に水はなかった。こうして彼らは座ってパンを食べた。時に彼らが目を上げてみると、イシマエル人の大将がラクダに香料と乳香ともつ薬とを負わせてエジプトへ下り行こうとギレアデからやってきた。そこでユダは兄弟たちに言った。我々が弟を殺し
その城郭して何の駅があろう。さあ我々は彼をイシマエル人に売ろう。彼は我々の兄弟、我々の肉親だから彼に手を下してはならない。兄弟たちはこれを聞き入れた。時にミディアン人の商人たちが通りかかったので、彼らはヨセフを穴から引き上げ、銀20シケルでヨセフをイシマエル人に売った。彼らはヨセフをエジプトへ連れて行った。さてルベンは穴に帰ってみたが、ヨセフが穴の中にいなかったので、彼は衣服を裂き兄弟たちの元に帰って行った。あの子はいない。ああ私はどこへ行くことができよう。彼らはヨセフの着物を取り、親父を殺して着物をその地に浸し、その長袖の着物を父に持ち帰っていった。私たちはこれを見つけましたが、これはあなたの子の着物かどうか見定めてください。父はこれを見定めていった。我が子の着物だ。悪い着物が彼を食ったのだ。確かにヨセフは神裂かれたのだ。そこでヤコブは衣服を裂き、荒布を腰にまとって長い間その子のために嘆いた。子らと娘らとは皆立って彼を慰めようとしたが、彼は慰められるのを拒んでいった。いや、私は嘆きながら陰府に下って我が子のもとへ行こう。こうして父は彼のために泣いた。さてかのミディアン人らはエジプトでパロの役に、自衛長ポテパルにヨセフを売った。